ていく。高野山行きましたが、はい、いかがでしたか。奥の院からまず感想を。奥の院で中で先祖供養させてもらったんですけど、中に入れることってやっぱりお金払わないと無理なんで、間もなく右方向です。やっぱり お経も聞けて、なんかいろいろそこで、あ、おばあちゃんおじいちゃんのこと考えながらお経を聞きながらお焼香させてもらって、終わった後の感想、じゃあ先祖供養、先祖供養って、だからね、肩がめっちゃ軽なって、あー今日連れてきたったなと思いましたっていう人ですわで次は何でしたっけ、写経、写経、はい、おう、どこやったっけ、名前覚えられへん、名前忘れたわなんとか経典、教会、うん、ところで初めての写経、そう、初めての写経をさせてもらって、40分ぐらい、まあ、ゆっくりと書かせてもらったんだけど、何文字やったっけ、200何文字やったっけ、忘れたわ、ちょっと俺書いてないやねんけど、なんかその中で無、無っていう字が、漢字がやたらに出てきて、
皇后大師さんの修行ってブーダンやって思いました。